はいといとうわけで初見さん関係質問関係投げ銭スパチャー大歓迎来るものこばまずお送りいたしますパーカーションのワークショップ高文がお届けします。よろしくお願いします。ドドンシェケレとは振り物四天王の中で最強であるというところですね。それ以外の三天王は何がいるかというとシェイカーとカシシとマラカスでございます。はい どこで買えるのかしらと、えー、購入ガイドっていうのをねやってみたいと思いますまあ試しにちょっとネットで調べたらどんなのあるんじゃろうというところで調べてみましたはい、えー、シェケレで検索して楽器屋さんのサイトとかまあアマゾンとかね楽天とかでもね実は手に入りますはいまあ見ていただいて結構いろんなのあるでしょう 大体大手メーカーはどこも出してますね。まあこういうふうにそのハイハットスタンドにセッティングできるシェケレっていうのはありますが、まあ普通はこういうふうに手で持ってやるっていう感じね。はい。LP 出してるし、パールっていうね、ドラムのメーカー、打楽器のメーカー出してますし、えー、ソナーも出してるね。マイネルも出してる。まあ大体出してますと。で、大手メーカーのこのシェケレっていうのは、 実はこれって、本来はですね、ナイジェリアの楽器でございます。よくあるのは、これ、氷炭なんですね。氷炭。氷炭を乾燥させてくりぬいた形状でございまして、結構氷炭って耐久性強いんですよ。これね、まあ、よほどのことがない限り、例えばこの高さから落としても割れないです。 でこの氷炭何がいいかっていうとこのこのボディを叩いた時にこの空気砲みたいな感じでベース音が出せるんですねで氷炭って個体差ありますから大手メーカーはまあそれを模倣してというか氷炭っぽい感じでファイバー素材で作ってます、はい、今ここに表示してるのって基本全部ファイバー系だと思いますあちなみにねこういう えー、取っ手がついているようなやつあるじゃないですか。これはね、実際ひょうたんだね。これひょファイバーじゃないね。はい。こういう,うに取っ手がついているやつもあるんですけれども、取っ手がついていると、この空気砲が出せませんから、<laughs> 取っ手を持って演奏するっていうスタイルはできるんだけれども、さっき僕がプレイしたみたいなやり方は、ちょっとできないっていう感じ。だから、えーまあ、さっきみたいな <laughs>、まあ、 ベース音も出してねパワフルにやりたいというのであれば穴が開いているまあ、こういういわゆるツボみたいなのを選ぶといいかなと思います。はい、で別にねどこのメーカーでもねあのそんなに <laughs> 劣悪な品はないのでまあ、気に入った見た目とかねまあ、もし楽器屋さんに行けるのであれば持ってみた感じとか、えー、叩いてみた感じで選べといいかなと思います。であの事前に貼る さんっていう方がコメントくださったんですけどもその自分が買ったシャケレはそのベース音がどうも出にくいようなタイプである確かにおっしゃる通りそのファイバーの中でもあのねあんまり低音が出ない要は分厚くてあんまり鳴らない楽器っていうのは存在しますはいでそれはねあのもう改善する方法っていうか低音が出せるようにする方法はないですねまあ頑張って <laughs> 演奏技術的に頑張るしかないんだけれども、もう個体差的にしょうがないので、それはね、まあそういうもんだって思っていただくしかないかなと思います。はい。私のおすすめはですね、やっぱひょうたんなんですよ。で、ひょうたんどこで買えるのって言ったら、これ多分ね、もう行ったらもう完売しちゃう気がするんだけど、名古屋にグラシアス、グラシアスというお店がありまして、 えー、ギターとかベースを販売しているお店なんだけれども、まあ、この店主の方がすごいね、キューバ音楽、えー、アフロキューバ大好きで、まあご自身もね、プレイヤーなんだけれども、ここにね、めちゃくちゃマニアックなマラカスとかギロとか売ってますね。はい。で、ここにそのマルっていうメーカーの、えっ、ー、と、マルはね、アメリカだったと思うんですけど、 氷炭楽器ばっっかり作ってるメーカーカで、このシェケレこれもマルっていうメーカーのシェケレなんですけれどもあとギロねギロギロも標端でできてますからえここのマルのものを僕は使ってるんですがえこのグラシャスというお店はなんとえ直輸入して販売しているというところですでここに見るとえまあいろんなカラフルな いろろんな種類がありますといったとたころで,す、ね、で、すねで S サイズ、M サイズ、L サイズってありまして、L サイズっていうのは本当にね、巨大な、なんだろう <laughs>、魔人が出てくるような壺みたいな感じなんだけども、これちなみにね、あの、M サイズです。はい。で、あとはそのやる音楽のジャンルとか、えー、自分が演奏したい、えー、バンドの中、 の、その、音量感を考えていただければいいかなと思います。えー、10人ぐらいのバンドであれば、S サイズでも十分でかい。です。十分存在感あります。はい。で、まあ、もうちょっと人数増えたり、例えばビッグバンドとか、うんまあ、さっき言ったようにドラムとかベースがね、結構音でかいよっていうバンドだったら、まあ、M サイズ。でも完全にこうね、あの <laughs>、 ステージで目立ちたいという方は L サイズでやっていただければいいかなと思います。まあ、でかい分その本、その分ね、あのコントロールが当然難しいですから、まあ、こういうのを見つつ、検討していただければいいかなと思います。ただ、今見たんだけど、結構ソールドしてるね。これ何名かの方にもすでに教えたことがあるんだけれども、多分ね、買ったんだと思いますね。僕前見たときね、こんなにソールドじゃなかったんだけど、だから M サイズが今2種類と S サイズが 2種類かなありますので、あの、気になる方はお早めにっていう感じです。これ、シェケレ絶対あの作って販売したら売れますよってね、あの僕よく言ってたんだけど、あの作ってる方がいらっしゃいました。ご紹介勝手にさせていただくんですけども、インスタグラムやってるね、えっと、ひろみハチスさんという方がいらっしゃって、最近このね、なんかシェケレ作りを始めたらしいんですね。だから、もしかしたらね、あの、 頼めばオーダーとかもできるかもしれないしえこの何て言うの本体自体はえとフラダンスでも使うようなねやつなんですよフラダンスだと IP っていう名前でまあそんなにその音量必要ないじゃないですかフラダンスってねこう軽やかに叩く感じで使うえひょうたんを使うんだけれどもそういうのをゲットして自分で別にこれを編んでしまってもいい とは思いますねただめっちゃ時間はかかるだろうけれども、まあ、自分の好きな色とかこのビーズのサイズとかを選ぶことができるというところですで価格帯で言うと、まあ、どれも大体いい1万円から2万円っていう感じですねはいなので、えーまあ、せっかく買うだったらねそのファイバーでもリアルひょうたんでも値段変わらないからひょうたんのやつ買ってはいかがですか <laughs> と思います強いて欠点を言うとあの虫が湧きます 虫が湧きますから、買ったらこ、この中に殺虫剤を撒いて、外に干して、巻いて、干してっていうのを、まあ、2、3日繰り返すと虫出なくなるんで、そういう、あのね、リスクがあります。形状についてですが、えー、銅の部分は太くて丸いものよりも、高文さんの写経のように細長の方が演奏しやすいでしょうかいや、そんなことはないです。これちなみにもっとね、首が長かったんですけど、 なんていうのキリンみたいなやつだったんですよこれもっとね長いやつだったんですけど僕切っちゃってこういう形にしましたでこういう形状とこういうくびれが大きい形状どっちがいいのかっていう話なんだけどもまあ好みにもよりますけれども別にどっちでもいいかなと思います強いて言うとこのくびれがあった方がこっちでベースが鳴らせるからさっきも言ったようにこっちでね当然ベースが出ますし こっちでも出せたらいいじゃないですか。ただこのくびれがない子は、あんまり <laughs> ベース出ない。パシッっていう音しか出ないから、まあアクセント的な音しか出ないっていう感じですね。だから実はこっちの方が本当は表現の幅広いと思う。っていう感じです。演奏のしやすさもね、そんなに変わんない気はしますよ。 はい。